おはようございます。顔パンパン。現在朝の7時です。ということで今日は子供たちと出かける予定があるので朝から家事してそれから準備して出かけたいと思います。楽しみだね。久しぶりにお出かけ。イエーイ。お好き？まだ大好き？行かないよ。降りてください。レイじゃないよ。バイバイ。ごめんね。バイバイ。びちゃびちゃや。おむつやば。わかったわかった。ちょっと待って、あおく見て、おむつやばい。おむつからはみ出てる。よし。オムライス食べたい。オムライスか。昨日ラザニアとかパスタ持ってる。昨日のやつ。で食べようよ。いや。いや、中です。あ、カラオケ残っとるやん。カラオケは夜や。毎朝、お水はしっかり飲む。もう朝からイヤイヤしないで。開けてくれんねん、今から。姉ちゃんも開けてくれようとしてねえから、イヤイヤ泣かないよ。言葉で伝えよ、ちゃんと言葉で。分かった？今から朝ごはんを作ります。昨日のあまりのごはん。昨日が誕生日だった。クリームソース激あまり。パスタはいりますか？うん、待ってんの？そう、今からちょっと味を締めて。締めて食べたわ。毎日来てない？うちの家。ねえ、毎日うちの家来てないですか？美味しそう。チーズ。アレス。あ、おしょんべりもた。美味しい。うん、美味しい美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだった。避けてきます。美味しい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 。ごちそうさまでしたして、パパパ。奪ってった。やっとご飯、いただきます。やったご飯。やったご飯だよ。なん。ご飯食べさせて。奪ってる。バイバイしてんのね。ウノめっちゃ落ちてますけど、折り紙の爪。キスメってこと？いろいろ考えたね。もういい子じゃん。さあ、衛生もある？うん。キスメの？うん。でかいでかいよ。大人抱っこしてるみたい。大人を抱いているようですよ。
今からもう化粧すんねんけど。おーおーおおお。ペイ。今からお化粧するからだよ。 OK、 スキンケアも持ったしメイクしちゃう。あ、綿棒いっぱい取って、あんたちょっと。何してんの？お化粧だよ。ママ、どこ行くの？ママ。お出かけ。メイもお化粧やりたいな。やるよ。やるよ、やるよ。ママ、早く。ママ、遅いな。するする。に。にちゃう。ちょっと待ってくれ。なーに、落としすぎだよ、さっきから。6、7、8、9、10。終わりこれこれ。ちょっと待って。今日はね、久しぶりにこっちに来てくれる友達がいてて、その子とご飯行くんですよ。子供も一緒に連れて。どうしたの？これ洗った？まあね、どうしたみたいな。洗った？どれ？これなんかスポンジみたいなやつを洗わないとニキビの原因とかになっちゃうから。何知ってんの？勉強したの？知ってない。すごいね、こんなこと知ってたの。そうだよ、これとか洗わないと。そうなんだ、ちょっと見せないでください、汚いんでこれ。こういうのとか。あー、いいね。今お化粧だよ。立てって言った。ちょっとって言うんだよ、最近。はよい。そうなるわな。オッケー、メイク完成。次髪の毛やっていこう。はい、じゃあ今からねヘアセットしていきます。もうさ、髪の毛も縛ってたしさ、朝から掃除したからボッサボッサ。私ね、もうねこんな感じでサロニアのアイロンね、日頃からずっと愛用してるんですけど、ヘアアイロンシェアナンバーワンのサロニアからシルキープレート搭載のヘアアイロンが出たんですよ。マジでこれすごすぎん？描くの楽しかった。やられちまった。それがこちらです。ボン、じゃじゃーん。サロニアのスムースシャインストレートヘアアイロンです。サロニア歴はもう6年ぐらいなんですよね。サロニアユーザーからしたらもうこれはもうめちゃくちゃ嬉しい。シルキープレートって水蒸気爆発を抑えながらスタイリングできて、美容師さんがおすすめしててんけど、これめっちゃ気になってて、これがよくてめちゃくちゃお気に入りなんですよ。シルクのような艶めくスタイリングにしていきたいと思います。では早速ヘアセット開始。アイロンしていきまーす。これが公式のビジュアルなんですけど、髪はレタッチ入ってないらしい。マジですごくない？なんでね、ツヤメクスタイリングが実現できるかっていうと、シルキープレートと髪のイオンバランスを整えるダブルリペアイオンが搭載されてるらしい。うおー、
前のヘアアイロン使ってるからやっぱりより実感できる。一般的に高価格帯ヘアアイロンとあとは低価格帯ヘアアイロンの違いってここのプレートの違いとか髪への負担を抑える機能、温度設定範囲にあるみたいなんですよ。私髪の毛崩すの嫌やからさっきちょっと着替えちゃおうわ忘れてた。今これ使ってるサロニアのスムースシャインヘアアイロンは緩やかに温めることでダメージの原因になるあの水蒸気爆発っていうのを抑えるシルキープレートと髪のバランスを整えるダブルリペアイオンのシルキーテック搭載で髪のダメージを軽減しながらまとまりとツヤのあるこの髪の毛に仕上がるみたいです。おお、ほらすごいでしょこれで、片方と比べるとこんな感じ、すごくない？ほらさっきもうこれぐらいもうバサバサバシバシみたいなこんな感じでボサボサでやってんけど、ツヤ髪になれるっていうのがやっぱめっちゃいいじゃないですか。で私もめっちゃヘアケアは最近頑張ってるんですよ。やっぱりさ髪の毛傷まさへんってすごい大事じゃないですか。私はもうサロニアばっかりすごい好きなの。こんな感じで出来上がりました。今日はちょっと久しぶりにオフショルダー着てスリットも履いてます。オフショルダーって着痩せするじゃあ子供たちの服とヘアセットも一緒にやっていっちゃいます。私ね子供のヘアセットよくするんですけど、このヘアアイロン80度から210度まで結構こう幅広くね設定できるんですよ。あとはやっぱり低温でヘアスタイリングができるからハイトーンの人とか髪の毛にダメージ与えたくないっていう人はすごいと思う。特にこうやって子供とかにもね80度で一番低い温度でヘアセットしてあげたりっていうのをねやってます。これの気に入ってるところが立ち上がりがめちゃくちゃ早いのよ。だいたい35秒ぐらいらしい。すごいよね。かわいい、大人っぽくなりましたね。はい、できたよ、めいちゃん。やって。わー、サラサラ。私、朝早いから、やっぱりもう1分1秒でもやっぱ早くセットしたいわけよ。めっちゃ大事。これ、ポーチついてんのよ。めっちゃいいよな。旅行に行くときとか、それこそ仕事で、やっぱヘアアイロンって常に持ち歩くんですよ。なので、こういうポーチついてるのめちゃくちゃありがたい。このサロニアのヘアアイロン、これだけ機能ついてて、しかもシルキープレートもついてですよ。13,200円なんですよ。めっちゃすごくない？もうそろそろなんか新しいヘアアイロン、私もなんかやっぱ欲しいなって思ってた時だったんで、2台目を探してる人にはマジでぴったりだと思う。カラー展開はストレートヘアアイロンがブラックとグレーの2色展開で、カールアイロンはブラックがあるみたいです。どう？髪の毛かわいい、ザラザラ。今回使っていったこのヘアアイロンが楽天とアマゾンで手に入ります。そしてですね、アマゾンブラックフライデーが開催中でして、通常価格13,200円のところがですよ、やばいかんね、 25% オフの9800円です。すごないマジで。はい、なのでぜひぜひ概要欄チェックしてみてください。はい、ということで行ってきます。バイバーイ。んーま、ま、投げキッス。